皆さん、こんにちは。この動画では、スーパー戦隊シリーズの歴代レッドのピンチ重戦を紹介していきます。バイクごと崖から落下したレッド。イーグル中央研究所が開発した SH200 は、ニトログリセリンの2万倍の威力がある。会場がそれを秘密の工場へ運ぶことになった。レッドスターに乗り出発して間もなく、山道を走る会場の前に黒十字軍のあばら仮面が現れた。会場は赤レンジャーに変身し、あばら仮面と戦う学戦。レッドスターに乗り込み逃走しようとするが、あばら仮面のあばら締めで両腕を拘束されてしまった赤レンジャーは、レッドスターごと崖から落下してしまった。足を怪我した会場は、森の中にあった洋館に住んでいた女性に助けを求め、傷の手当てを受ける。女性にワインをご馳走になる会場。だがそれを飲んだ後、めまいを起こし倒れ込んだ。あばら仮面の罠にはまり、拷問を受けた後、毒薬を打たれて喋れなくなってしまった会場。彼を探して洋館にやってきたアスカとペギーは、女性に案内され、ベッドで眠る会場と顔を合わす。会場は二人に危険を知らせようとするが、喋ることができず、二人もあばら仮面に捕まり、会場と共に爆弾の仕掛けられた部屋に閉じ込められてしまった。バイクごと崖から落ちたのにあの程度の傷で済んだ会場さん。毒薬を打たれてさらに爆弾で殺されそうになるピンチの連続でした。ドリルで頭に穴を開けられそうになったレッド。赤木が空手を教えてるノリオ少年が、タイヤジコラーのタイヤに跳ねられ魂を奪われてしまう。ノリオの姉の夏子がタイヤジコラーと会い、自分の命と引き換えに弟の魂を返すよう取引を迫り、それに応じようとしたタイヤジコラー。そこへデンジレッドとピンクが現れ、夏子を救い、デンジレッドはタイヤジコラーに誘導された後、ネットをかぶされて捕まってしまった。レーダーのアジトに連れて行かれて、頭部のデンジストーンの摘出作業を受けるデンジレッド。巨大なドリルでデンジストーンを取り出そうとするベーダー。デンジレッドはデンジストーンを守るため変身を解除し、抵抗するが再び捕らえられてしまう。変身アイテムのデンジリングにレーザー砲を打ったり、トンカチで殴るもデンジリングはびくともしない。もう一度赤木を変身させるため、ヘドラー将軍は、ノリオの魂の入ったカプセルを赤木の目の前で叩き潰そうとした。ベーダーにギリギリまで追い詰められたデンジレッド。この後もデンジレッドが乗るデンジマシーンにベーダーの戦闘機が攻撃し、デンジマシーンが爆撃の中を駆け抜けるなど、かなり追い込まれた。変身解除ができないレッド。宇宙獣士ダロスの奇襲を受けた剣は、チェンジドラゴンに変身して応戦するが、ダロスはドラゴンに謎の光線を浴びせた後、姿を消した。剣と幼なじみといる二人星人アイラと出会ったドラゴンは、チェンジスーツを解除して元の姿に戻ろうとするが、解除することができなかった。ドラゴンがダロスに浴びせられた光線には、二人色素が含まれており、それを浴びるとスーツが脱げなくなる。剣であってもチェンジスーツのエネルギーに長時間耐えることができない。ドラゴンは、基地を飛び出し、車を暴走させているアイラの元に向かうが、そこにブーバとダロスが現れ、足止めされる。二人色素の影響でチェンジソードも打てなくなり、さらにアイラと共に崖から転落してしまったドラゴン。いつもなら普通に倒せるヒドラー兵にも苦戦し、追い詰められたドラゴンだが、アイラの力によって危機を脱した。女忍者に苦戦するレッド。新一少年が車に追い回されているのを目撃して彼を助けたサスケ。ドロンチェンジャーで仲間に連絡するが、歪み博士が作った装置から発せられる妨害電波によって通信機は使えなくなり、さらにドロンチェンジャーをキャッシュする電波が出されていて自分の居場所が敵にバレてしまう。自転車に乗り、サスケと新一の命を狙う花のくの一組の5人。新一を守るためドロンチェンジャーを捨てようとするサスケ。そこに花のくの一組が現れ、サスケに激しく切りかかる。睡蓮のブレス攻撃を受けて建物から落下し、負傷するサスケ。採石場でバトル編でした花のくの一組にさらに攻撃される。
桜の忍法花無限、蘭の忍法花爆弾を喰らい、くの一ミサイルにまたがる蘭と水炎が機関銃をぶっ放しながらサスケを追い回した。サスケの窮地に無敵将軍が救いの手を差し伸べた。核レンジャーも使えるのか、あの剣。兄の武器でダメージを受けるレッド。銀河硫黄や防星獣たちは復活した魔獣ダイタニクスと激しい戦闘を繰り広げる中、宇宙海賊バルバンの船長ジェイハブに戦いを挑む黒騎士。しかし圧倒的なパワーに押されピンチが続く。そこに銀河レッドが現れ、剣で勢いよくジェイハブの左胸を突いた。しかし剣を深く押し込んでも相手には全く効いていない。ジェイハブは銀河レッドを殴り飛ばした。銀河レッドは地面に落ちていた黒騎士の斧を拾い、ジェイハブに攻撃しようとしたが、その時全身に強烈な電撃が走る。銀河マンが決して触れてはいけない。アースの力によって激しいダメージを受けてしまった銀河レッド。これはチャンスとゼイハブは銀河レッドに歩み寄り、自分に刺さっていた銀河レッドの剣を抜き取ると、それを銀河レッドの腹に突き刺した。ゼイハブが剣を抜き取ると、銀河レッドは変身が解けて龍馬の姿に戻り、そのまま倒れ込んだ。敵ボスとの壮絶な死闘。本当にやられてしまったのかと思いました。ツヒカ戦士にボコボコにされたレッド。陣内の谷に潜むかすみ兄弟のもとに一人でやってきた陽介。二人に聞きたいことがあり、質問をぶつける陽介だったが、構うな、行くぞと言われ無視された。陽介のことが気に食わないのか、かすみ一周は陽介を一発殴った後、クワガライジャーに変身して陽介を叩きのめす。しかし陽介は戦うつもりは一切なく、抵抗せずにクワガライジャーの攻撃を受け続けた。殴られ、蹴り飛ばされて、また殴られても、俺はお前らと話をしたいと言い耐え続けた。そんな陽介にムカついたクワガライジャーは陽介の胸ぐらを掴んで、そのままが下駄に放り落とした。この頃はやけに尖っていた一周さん。クワガライジャーの容赦ない攻撃に耐え続けたものの、最後は崖下で意識を失っていた陽介。最強のライバルにコテンパにされたレッド。劇中剣を根絶やしにするため、臨機兵カブトアーマーとクワガタアーマーを従え現れたリオと激突する劇レンジャー。リオは黒獅子リオとなり、まずは激イエローを倒した後、激ブルーとも戦い、力強い回し蹴りでブルーを倒す。そしてタイガー剣使いの激レッドと対決。習得したばかりの激セイバーで攻撃する激レッド。しかし肘と膝で受け止められ全く歯が立たず、激技を使うもあっさり受け止められてしまい、蹴り上げられた後背中に連続パンチを食らって吹っ飛ばされてしまった。激レッドの背中から激しい煙が吹き出す。三人の合体技激撃砲も効かず、強力な臨機を受けて変身解除に追い込まれたレッドラン。しかし激レッドだけは耐えて立ち上がり、最後の力を振り絞って黒獅子リオの元へ歩み寄る。黒獅子リオは豪遊正打で激レッドにとどめの一撃を刺す。変身が解け、その場に崩れ落ちたじゃん。この時の黒獅子リオ最強すぎました。触手でスーツをゴロゴロにされたレッド。特命戦隊の本部に侵攻してきたエンターたちを止めるため出動したゴーバスターズの5人。戦いは目的に沿って合理的に進めなければと言って、コード触手でレッドバスターを自分の元に引き寄せるエンター。今回はあなた一人を潰せば十分ですと言い、レッドバスターと剣を打ち合う。戦いはエンターが優勢で、車のフロントガラスに突っ込み、さらに追い込まれるレッドバスター。そしてまた激しく剣を打ち合った後、エンターが複数のコード触手を使ってレッドバスターを襲う。この攻撃によってレッドバスターのスーツはズタボロになり、さらに立ち上がったレッドバスターのマスクを触手で吹き飛ばした。頭部を露出したまま倒されてしまった。エンターに完全敗北してしまったレッドバスター。操縦中に不意打ちされたレッド。
審な巨大物体を調査するため地中を深く潜っていたパトレーン1号が乗るトリガーマシンドリル。だがその時、パトレーン1号の背中に突然、数本の毒針が刺さった。マスクオフになり、浅田圭一郎の顔があらわになるが、すこぶる顔色が悪い。完全に変身が解け、毒に苦しみながら地上には戻らず前進し続ける。ギャングラー怪人を堂々のヒシモフと、暗殺者とゲーのエイブスの罠にはまったパトレンジャー。パトレン2号と3号が2人に追い詰められ窮地に陥った時、そこに VS ビークル、クレーンが現れ2人の危機を救った。クレーンを操縦していたのは、毒に苦しみ続ける圭一郎。クレーンでお堂々釣り上げ、ドリルで突っ込みやつを倒した。脳変身でギャングラー怪人を倒したが、その後も毒に苦しみ、入院してしまった圭一郎。とっても調子が悪いレッド。喫茶どんぐらに荷物を届けに来た桃井太郎。ところが何か様子がおかしい。体調が悪いのか、強制転送されて、街に出現した匿名機と戦うが、やはりどん桃太郎は調子が悪く、みこしから転げ落ちた。東大無敵、アバターランクを発動しても相手にダメージを与えられず失敗。太郎は自身が持つ超パワーの反作用で、数年に一度、無力になるらしい。ジンからレシピをもらい、300個のきび団子を作り始める新一と遥か。その300個を完食した太郎は復活した。かと思われたが、二度目の匿名機との戦いでもどん桃太郎は絶不調。戦闘途中でダウンしてしまった。どうやらきび団子を作るときに、その過程が一つ抜けていたらしく、うすときねで生地をつかなければならないらしい。どういう理屈なのかよくわからないが、とにかくジンの言う通りにうすときねできびだんごを作り直し、太郎にそれを食べさせる遥かたち。太郎がきびだんごを食べている間、彼の代わりにゼンカイザーブラックが匿名機の相手になり、激しいバトルを繰り広げた。どん桃太郎が無力になると、みこしを担ぐ人や天女たちもすこぶるやる気をなくしてしまうようです。